一緒に楽しみたいということで、ゲームスクールのショータイム、うん、ね、改めて一言、ね、ご挨拶してください。はい、まだね、母言ってますねということで、はい、はい、お疲れ様です。ちょっとピーパーしてて、あんだけ踊るわね、もうかなりね、踊ってますんでね、やっぱりね、はい、はい、じゃあちょっと相変わります。はい、どうも、まあ、マイク、はじめまして、ローラースケートは初めてのショーなんで、うわ、今日初めてだった、すごいね、みんな、あれから初めてだな、ハハ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 ハ。そうですね、1週間寝ないで、うん、毎日のように、毎日4時間か3時間、夜12時ぐらいまで外で練習してて、いつ報道されるんじゃないかっていうね。大丈夫ですよ。でもすごいね、ロースケートと頑張ってますね。いつもね、近代スケートとかやってるんですけども、両方滑れるんですよ。そして両方素晴らしいダンスやってますので、はい、今後の活動とか何もしてやれば、なんかできそうだ。そう、一応第2、第4日曜日に、私の方で近代スケートなんですけど、ね、外苑の伊藤並木通りで、レッスンをしていまして、また、はい、予約が取れれば、江戸川の方のリンク、スポーツガーデンでもレッスンしてますので、なるほど、まだ始めたばっかりの人はぜひ、はい、いや、なんか、ホームページもアクセスというところはありますか。はい、あと、ケーブクルー。はい、あれですね、ケーブクルー。あの文字です。ヘイズクルー、あの文字ですね。はい、こちらの方でフリップしていただいて、はい、フリップの方が出てきますので、なるほど、あとヘイズクルーの T シャツ販売してます。お、出てきた、ヘイズクルー T シャツ。いや、ヘイズクルー T シャツ。あ、そうか。いや、ヘイズクルー T シャツ。はい。あ、キャンディさんがヘイズクルー T シャツ。イエーイ。キャンディさんですね。なるほどね。欲しいですね。はい、で、今日のダンスはチョコさんに向けて、なるほどね。なんかちょっとにこやかにね、なんかほほえましたよ、やっぱり。